ユリホールディングスプレゼンツしぶちや、さまざまな部活動で語り継がれてきた言葉、秋田県立五城目高等学校弓道部の心得は、素直さ、やる気、創意工夫です。東北で唯一伊達藩正統の弓具店がある五城目町、その地で弓道に励む部長の加藤は入部の動機をこう語る。部活動紹介の時に先輩たちが弓を引いてる姿を見て憧れました。やっぱり引いてる姿が僕はかっこいいと思います。はじめは弓を引くことすら難しいもの、礼儀作法から基礎を固め頭と体に染み込ませる。覚えることがたくさんあるので基本を覚えてから弓を引かせてもらいます。冷静になることや集中力をつけることができました。心得が意味するものとは、素直さは指導されたことを素直に自分に取り入れることです。やる気は前向きに物事を取り組むことです。創意工夫は自分が当たらない理由やどうやったら当たるのかを考えることです。一連の所作を通して自分と向き合う、日々の積み重ねが結果へとつながっていく。下半身に力を入れないと体全体がぶれてしまうので、体の動かし方を意識して弾いています。的に当たった時は本当に嬉しいです。部長として部員たちに望むことは、忍耐力と集中力が大切なので、その2つを身につけてほしいです。弓道を通して精神を鍛える五城目高校弓道部の心得は、素直さ、やる気、創意工夫。しぶちや、この番組はユリホールディングスがお届けしました。つながる今